確率の分野やっていきたいと思います。対称性というところに気をつければかなり楽な、ね、式にできます。学ぶやエンタメに、どうもパスラボのセンソルです。さあ今回はですね、確率の分野やっていきたいと思います。さあこのパスラボもですね、なんとシルバーウィークに確率全パターン解説、これをですね上げようと思っております。まあ、9月20日の月曜日をね想定していますけれども、まあそもそもね、その前に、まあ、確率皆さんどれだけできるかっていうところをちょっと試したくてこの問題を用意しました。まあ、京都大学の問題なんですが、普通に解いてもいけるんですけれども、やっぱり計算を楽にしたい、入試本番ねしっかりと満点取るためにはすごく難しい計算をするっていうよりは、できるだけ楽に、そしても効率よく計算したい、そういう時もありますよね。まさに今回対称性というところに気をつければかなり楽な、ね、式にできます。ということで今回早速ねやっていきたいと思います。ぜひ確率が苦手な方も得意な方もしっかり楽しんでね勉強してみてください。それではいきましょう、レッツゴー。対称性と言いましたけど、一旦ちょっとなしにして普通に考えましょう。 N を自然数とする。サイコロを 2N 回投げて N 回以上偶数の目が出る確率を PN とするとき、この不等式を示してくださいよ。まあ、確率全化式っぽい感じはしますけれども、どうですかね。 2N 回投げて N 回ではなくて N 回以上をっていうことは、まず確率どんな問題でも実験が必要です。まあ、実験、例えばね、 2N 回投げて、まあ、N 回って言えれば K 回でもないか、 K 回偶数が出る確率を考えましょう。こちらどうでしょうか。まあ、2N 回投げて K 回が偶数ってことは残りは全部奇数ですよね。これどうですか。これはまさに反復試行の問題と同じですよね。 2N 回投げて K 回偶数ですよ、それ以外は奇数ですよ、ということはこの時の確率ってこうやって表せられますよね。で、これもし例えば分かんないっていう方はですね、4回投げて2回偶数が出る確率とか、そういう具体的な値で実験してみてもいいかもしれないです。そうするとね、見えるはずです。ということで、例えばじゃあこの時を9K と置きましょうか。この確率をね、するともちろんこうなりましたね。 9K っていうのがこいつ。じゃあ今回 N 回以上ということはこれどうですか。おそらくこの PN っていうのはこうやって表されるんだなということはなんとなくわかりますか。そう、つまり N 回以上ってことは N 回の確率プラス N たす1回出る確率、 N たす2回、そして点で最後全部 2N 回偶数なんだ。こうですよね。おそらくですね、これをそのまんま代入してこうやって式を書いた方いると思います。どういう感じかっていうと、こうですよね。 9K を代入してそれが K が N から 2N の時のこのシグマですよと。こからですね、別に計算しようと思えばできるんですけれども、かなり難しくなります。正直に言うとね、このコンビネーション含まれるシグマってことは、まあ、二項定理を使うんだなっていうのはなんとなく見えるんですが、ここでかなり計算がめんどくさくなる。この式までは立てられるんだけれどもっていう方ね、いると思います。で、おそらく多分赤本のね第1問この回答ってこっちなんですよ。けどもっと工夫できるはず、もっと工夫できないか、そう考えた時に対称性です。ここまでは OK なんです。ここまでは OK なんですけれども、それをですね、こんな難しい数式にするよりも、もっと簡単に解きたいわけね。じゃあどうするか。これは、もうちょっと実験してみましょうか。今回、まあ、9N、92N って置きましたけれども、例えばね、90ってどういう時ですか ?90 っていうのは、偶数と奇数であれば、偶数は0回ですよね。その代わり奇数が 2N 回出ますよね。じゃあ、91はっていうと、はい、1回と 2N 引く1回ですよね。これを、ドロロロロって考えていきましょう。すると、何がわかるかっていうと、これ、偶数と奇数って、どっちも同じ確率じゃないですか。2分の1ですよね。ってことはよ、これ、こうなりませんか。なんかざーっと書きましたけれども、これどういうことかっていうと、例えば90っていうのはさ、偶数と奇数全く同じ確率ってことは、偶数が0回奇数が 2N 回の確率とこの確率って同じですよね。90イコール 92N になる。じゃあ次91はっていうと書いてませんけれども、これとこの 92N-1 ここが同じになる。じゃあこの 9N-1 とこの 9N たす1っていうのも同じになりますよね。ただ唯一こいつ9N だけは、こいつしかないです。ってことは何がわかるかっていうと、これ実験ですよ。これはまさに空気が絡んで確率と書いてますけれども、必ずこうやって実験をします。そして対称性に注目してほしいんです。今回で言うとこことここ同じだよね、こことここ同じだよね、それを数式で書くならば、まずこいつら全部合わせた確率が1ですよね。そして何よりこことここが全く同じなわけですよ。こことここ、こことここが全く同じ確率なわけね。それをさ、どうします？ RN とか置きませんか？何でもいいですよ。RN と置くとこれって
こうなりますよね。2個の RN と QN 足したら1になりますよ。今回僕は P を求めたいわけですね。P のこの式見てください。ここがなんと RN になるわけですよ。 RN になります。 Q と RN、 RN って仮でおきましたから、ここから RN 消去しましょう。そうするとこうなりますよね。じゃあこいつここに代入しましょう。そうするとちょっとここに書きましょう。このようになるわけです。全く今回シグマのコンビネーション使ってないですよ。なんで使ってないかっていうと、こことここが同じだからっていう対称性を使いました。このパターン書いてますけれども、図形とかも多いですからね。こうなんか最初に図形がなんかね、三角形みたいな四角形があって、こう動きますこう動きますって、例えば確率全化式で言うと、この確率この確率って図形対称だから同じだよね。そういう感じをするとですね、かなり計算が楽になります。今回はまさに計算が楽になってるはず。だってなぜかっていうと、 QK、 つまり QL っていうのはもう出てるわけです。あとは PM、 ちょっとここに代入しましょうか。こいつをここに代入すると、こいつをね示したいわけですけれども、これでどういうことかっていうと、2分の1が実は消えます。そうするとこうなるんですよね。つまり僕たちが示したいのって、こんななんかよくわからないプラスっていうものではなくて、 QN が 2N 分の1以上っていうことを示せばいい。ここまでになりました。ってことはどうなります。ここ QN ってことは、 K を N に変えると、僕たちが示したいのってこいつですよね。これをまあ示したいっていう時に、ダーッと同値変形していくとこうなります。ちょっとまあコンビネーションとかいろいろあるんですけれども、全部ですね、こっちを1にしましょうか。 2N をかけてあげるとこうなりますよね。このコンビネーションザーッて、なんかよくわからないんですけれども、こいつが1以上であることを示せばよい。例えばこれ N イコールで1を代入すると、2かける4分の1かける2となりますから、ちょうど1になるんですね。じゃあ次、2を N イコール2代入するとどうなりますか。 4C2 でこれが6かける16分の1かける4、6かける4かける16分の1なんで、まあ1以上 1.5 とか2分の3になるわけです。ってことは、だんだんおそらくですけれども、単調増加というか、 N が例えば3代入すればもっと大きくなる、 N が4代入すればもっと大きくなるんじゃないかと仮定します。実は今回確率、この立式っていうよりは、ここの不等式を示すのがまたちょっとですね、めんどくさいんです。ただラストですよ。どうします皆さん。となった時に思い出してください。マスラボもね、何度かやってます。で、マスラボっていうね、数学チャンネルの方でもやってますけれども、コンビネーションが出てくる証明の時は必ず解乗に直します。どう直すかっていうと、こいつをですね、こう直します。で、かつ、はい、かける2を、こう2消しますと、こうなりますよね。2の 2n-1 乗分の前にこうなります。もちろん、バーって約分とかしてもいいんですけれども、一旦このまま置いておきましょうか。これがですね、なんと。めっちゃ計算しづらいんですよね。もっと簡単にしたいっていう気持ちはわかります。ただし、計算簡単にしづらいんですよ。じゃあどうします皆さん。この不等式を示したいんですけれども、どうですか。これがもし X とかだったら、例えば本当にグリグリ解かなきゃいけないんですけど、幸い何か。今回は、N が自然数ですよ。これ京都大学多いですよ、このパターン。N が自然数ですよ。不等式の証明ですよ。うわ、めっちゃ難しそう。そうなった時に、いろんな方法ありますけれども、まず初手としては、数学的機能。これを、まず考えましょう。機能法です。つまりさっきパパッとやりましたけれども、例えば N が1の時、これどうなるかっていうと、左辺、ここ代入すると、2×2分の1、1になります。はい。これで OK ですね。じゃあ、続いて、これどうするかっていうと、N が K の時、こいつが成立すると仮定すると、N が K たす1の時も成立することを示せばいいと。こうなりました。まあ、何と言ってもね、だったら、ここがめちゃめちゃ変な感じなので、これを AN と置きませんか。AN と置きましょう。じゃあ、あと、こっちに書きましょうか。つまり、僕たちは、まあ、こうなりますよね。AK、AK たす1。で、ここからですね、いろんな解法があります。例えばもちろん、AK たす1をバーって書いて、そのなんかうまく式変形をして、AK の形を作る。そういう方法でもいいんですけれども、もっと簡単にやる方法がございます。それが何かっていうと、さっきちょっとチラッと実験しましたけれども、N が1の時は1でした。N が2の時は、例えば2分の3になります。ってことは、おそらくですけれども、1が始まって、1からどんどん大きくなるんじゃないかなってことが想像できませんか。もうちょっとかなり大きくなるんじゃないかな。ってことは、これ、どうやって示すのが一番簡単か。実はですね、マスラボというチャンネルで多分3、4回くらいやっております。N が自然数の時の、こういうものの、例えば最小値とか最大値を出せみたいなね。とか、不等式の問題とか、そういう時どうしてるか。これが面白い発想ですよ。どう考えるかっていうと、これなんですよ。何をしたかわかりますか？ AK 分の AK たす1が1以上を示せばよくないですか？つまりこれどういうことかっていうと、はい、変形すると、AK たす1が AK より大きいってことですね。言うたら単調増加です。例えば A1 が1でした。ってことは A1 よりも必ず A2 の方がまあ大きいですよ。A2 よりも A3 の方が大きいですよ。こいつをもし示せれば、まあ、確かに1以上、どんな AN であっても1以上ってことが示せた。そういうことになりますよね。これやりましょう。めっちゃ綺麗になりますかね、これが。やってみると、
解乗とか指数とかかなり混じってますけれども、こう割り算をすると何が起きるかっていうと、めっちゃ消えます。例えばこことここ消えますよね。何が残るかっていうと、ここはそのままで、はい次ここが、はいどうなるかっていうと、こいつらが K たす1の2乗になります。そしてあとここ、これどうなるかっていうと、ここが消えて2の2乗が残りますよ。はい、で今ごちゃごちゃしましたけれども、これを求め直すと、あとはもうラストスパートですよ。そうすると、はい、K たす1が1個消えます。そして 2K たす2っていうのは 2×K たす1ですね。またここが消えます。2が消えるってことは2です。はい、これどうなるかっていうと、なんとめっちゃ綺麗な形になりますよ。これがどうなるかっていうと、 2K 分の 2K プラス1となります。っていうことはよ、これって言ったら1プラス 2K 分の1ですよね。もう確実にこれは1以上って言えますよね、どんな K でも。ということで今回、まあ n が1の時示しました。普通に数学的にも示してもいいんですけれども、こういうなんか1以上を示せっていう時にはちょっと視点を変えちゃいます。そうするとこの割り算を示せばいいんじゃないかなって考えると、確かにそうだ、ここも計算が楽になる方法、そして最初にやったここも計算が楽になる方法、もちろんこれ入試本番で必ず思いついてくださいよねっていうわけではないです。ただし普段のこういう問題とか両問を解く時に、こういう発想もあるんだっていう感動と驚きで覚えてみてください。すると新しく出会った時、例えば確率の図形だったり、あとは確率全パターン解説でもですね、この対称性含めてやります。ということで、ぜひですね、確率得意にしたい方、まだ苦手で不安だっていう方も、ちょっとは得意だけど入試問題には難しいって方も、ぜひ全パターン解説楽しみにしてください。ということで今回は以上になります。ぜひよかったなと思う方は高評価、チャンネル登録もお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。今日のパスタルはこちら。いや、簡単だよ。簡単だよ。もうこんなんの終わりました。概要欄から答えをチェック。漢文って何語ですかってまず聞きます。なんで代理点送り仮名を振るんだろうってことがわからないと、ここ適当になっちゃうんですね。